大阪狭山市駅は大阪府大阪狭山市にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK65。河内半田駅として開業し、後に南海が経営する遊園地狭山遊園の最寄り駅として狭山遊園前駅に改称した。しかし、2000年4月1日同遊園地が閉園。しばらくはそのままの駅名であったが、2000年12月の 高野線のダイヤ改正に合わせて現在の駅名となった。駅名は一般公募による。現在でも駅構内には上部が半円形の駅名表があるなど、かつての遊園地の最寄り駅としての名残が見られる。相対式2面2線のホームを持つ地上駅である。有効庁は8両。改札は各ホームの高野山寄りに独立して設置され。 入場後のホーム同士の移動はできない。各ホームには車椅子対応のスロープもある。駅室と無室は南波方面ホーム側にあるが、現在は無人駅のため閉鎖されている。待合室は南波方面ホーム後方にある。売店が南波方面ホームにあったが、廃止され現在は自動販売機コーナーになっている。 2019年時の1日平均乗降人員は9494人で、南海の駅全100駅中31位である。各年時の1日平均乗降、乗車人員数の推移は、下表の通り。駅周辺は、閑静な住宅街。駅周辺には東、西側それぞれに、小さな商店街がある。駅西側から、鞘山地北東半にかけて、鞘山新宿。 波松と通称される旧市街が広がっており、この辺りは、や山池の問い役人の居住区と、商人、職人の居住区だったところである。また、東よけ川の両側に、や山藩の陣屋が設置され、や山陣屋は、東よけ川へ北が、上屋敷、以南が、下屋敷となっていた。下屋敷や土地は、や山遊園として利用されていたが2000年に閉園。現在は、 高層マンションなどが建っている。大阪狭山市立狭山中学校、東小学校が近接しており、ホーム内には両校の生徒、児童の手作りポスターが貼られ、2番線前方からは共産中学校のグラウンドが見える。駅東側は、富田林市にある、混合団地に近く、同団地からの利用客も多い。ありがとうございます。